どうも、シクゴです。今週行われる G2 オールカマーと神戸新聞杯の最終予想をしていきたいと思います。まずですね、この動画が参考にならなかったよって方も、この動画をね最後まで見なかった方も高評価を押していただけるとね、僕の今後の動画活動の励みになりますので、ぜひ高評価よろしくお願いします。それでは G2 オールカマーの方から最終予想をやっていきたいと思います。 G2 オールカマーの僕の本命馬はラーグルフです。前走のね中山記念っていうのは、9着に敗れたんですけど、位置取りも悪かったですし、展開っていうのもね後方にいた馬には向かない展開だったので、正直ね度外視でいい内容かなと思ってます。 1800m よりかはね追走っていうのも楽になりますし、今回距離不安っていうのがある中で今回内枠を引けたっていうのは、かなりねプラスに働くと考えています。やっぱり持続力の高い末脚っていうのが武器の馬なので、ロンスパ戦になりやすいね今回の舞台っていうのは大歓迎ですし、中山適正はね、陣営も言うようにもちろん高くコーナーも緩くで、道中ね動きやすい、まくっていきやすい舞台っていうのはもう本当にこの馬にとっては好材料です。今回ねやっぱりみんなが注目しているのは天気ですね。で特にねこの馬は鞍上もね言う通り、前走だったり前々走だったりとかね馬場に泣かされて、負けている部分もあって、やっぱり天気っていうのが心配されるんですけど、結構ね僕が見た段階ではね週末回復傾向にありましたし、ギリギリねなんとか天気は持つんではないのかなというふうに考えています。で、もしね午前中に雨が降ったりだとか、土曜日にね降ったりだとかしてもですね、やっぱり馬場っていうのは内から乾いていきますし、そうなるとですね内枠を引いたっていうのは有利に働きますし、正直ね今回この馬やや重だったりとか不良馬場っていうのはダメですけど、僕ね時計を要する馬場っていうのはね、タフな馬場っていうのはもうこの馬にとってね全く問題ないですし、むしろね高速馬場よりも、そういった馬場の方が合うと思っているので、個人的にはね現状天気への不安はありません。スタートさえ決まればねある程度好位で運べそうですし、今回ね道中内をロスなく立ち回って、ラスト直線はですねスムーズに抜け出して加速することができれば僕は勝ち負けできると信じています。追い切りもですね、本当に前走ね外傷があって、それで仕方なくね回避する形にはなったんですけど、外傷明けとは思えないほどね動きっていうのもキビキビしていて、とてもねパワフルな走りができていて、状態っていうのはね本当にかなりいいものが、維持できているんじゃないのかなというふうに感じています。ただちょっとね折り合い面というか行きたがる面もあったので、本当にあとはね折り合い面だと思っています。実際にね重賞でも活躍した舞台ですし、ここはね文句なしの本命馬とさせていただきます。続いてね対抗に評価しているのがレーベンスティールですね。前走はね筋量59キロ背負ってのあのパフォーマンスですからね、ほんと正直ね自力はここでも僕は最上位だと評価してます。ババがね渋ったりとかしても全く問題ないと考えていて、舞台適性というのも高いので、当然ね勝ち負けに絡んでくる一頭だと評価してます。今回ね結構固め決着っていうところを予想していて、他にもね買いたい馬としては、人気馬にはなるんですけど、ストラベローチェ、サボーナあたりは買いたいと思っています。続いてね中京で行われる G2 神戸新聞杯の最終予想をしていきたいと思います。神戸新聞杯の僕の本命馬はバッデレイトです。前走はね2勝クラスだったんですけど、その中でもね先行した馬に、結構ね有利な馬場だったんですけど、ラップを見ればね、本当に道中緩まないタフなレースだったと思いますし、その道中ね、11秒台11秒9、11秒9と3コーナーぐらいかな緩まない中、後位からね長くいい末脚を使って、結構素質馬だと僕は思っている勝ち馬とタイム差なしの競馬ができたっていうのは、重賞でね構想経験のある3着馬の里野シュトラーセに先着したっていうことのを考えると、結構強い内容、評価できる内容だったかなというふうに評価しています。この馬はねやっぱりピッチ走法っていうこともあって、本来ね器用さが生きる、タフなね小回りコースっていうのがこのままベストな舞台だと考えているんですけど、今回ね中京は当日ね、降雨がね予想されて、開催が進んでね荒れた芝も、道悪もね、正直ね この馬の走りであれば全く問題ないかなというふうに感じています。ただやはりちょっとこの馬の懸念点としては、スピードの最大出力っていう部分ですね、トップスピードっていうのが、上位馬にはね若干ちょっとやっぱり見劣りするので、そこはねちょっと心配なところではあるんですけど、それでもね、レースセンス高く、先行しね
行為から持続した末脚っていうのが発揮できるので、まあ、今回ねやっぱり菊花賞トライアルなので、まあ、それを意識してね各馬が折り合いを意識しゆったりとした流れになってね、まあ、用意どんの瞬発力勝負になるのであればやっぱり前々で競馬ができるこの馬っていうのはですね、まあ、前で競馬してもしっかりとしまいの足を使えますし、まあ、この馬にね有利な、まあ、レース、まあ、その展開が向くんじゃないかなというふうに僕は考えています、まあ、デビューが遅くてですねまだまだそこを全然見せてない印象なので、まあ、今回のね、まあ、割と言っちゃ悪いですけどあまりね高くない今回ぐらいのメンバーレベルであればねいきなり重賞で構想しても不思議ではないそれぐらいの能力を持っている馬だと評価しています。文句なしの褒め馬です。でやっぱりさっきも言ったんですけどやっぱこのレースっていうのはね、まあ、基本的には雨道割るっていうのを想定していてやはりね馬場を見ないと何とも言えないなといったところでねまあ評価っていうのはちょっとギリギリまで悩むのでちょっとここではね対抗だったりとかっていうのはちょっと、明言しづらいので、まあ、現時点でね買いたい馬を、紹介したいと思います。まずはね前走日本ダービー15着からの巻き返しに期待できる湘南ラプンタですね。まあ2走前のね青葉賞っていう走りをね僕はかなり高く評価していますし、まあ、金曜日時点のオッズなんですけど、まあ、あくまでも想定なんですけど、まあ、本当にねこんなオッズで買えるんであればもう単勝もしっかりと握っておきたい、まあ、積極的に買いたい穴馬かなというふうに思ってます。続いてがオールセインツですね。まあ、僕ね結構この馬のことを評価していて、まあ、チェレスタに勝っているっていうのもありますけど、まあ、まずね前走からの距離延長はまあシンプルにいいかなと感じてます。まあ、前走っていうのはね、まあ、この馬が得意とする用意どんの、まあ、瞬発力勝負っていうのがハマっての勝利なんですけど、まあ、やっぱりねいい末脚本当に切れる足があるなといった印象で、まあ、今回もね、まあ、決めて勝負になれば十分構想できる馬かなと思ってます。まあ、正直ね、まあ、今回ババもわからないですしかなりね混戦模様、まあ、本当に飛び抜けた馬がいないといったレースなので、まあ、もしかするとね波乱や、まあ、逆にねめちゃくちゃ硬いっていうのもありますけど、まあ、このレースに関してはですねギリギリまで考えたい一戦です。以上が G2 オールカマーと神戸新聞杯の最終予想でした。今回もね最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画が少しでも参考になっていた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。